こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は3月入りましたので長ネギの種まきをしようと思います。今年種まきをするのは横浜植木のこの味18番、好評だったのでこの種をまこうかなと思います。一つの袋はコート種子です。こちらは普通の種です。下仁田ネギも好評だったので、これは酒田の下仁田ネギ、雷帝下仁田、雷帝下仁田ネギという品種です。美味しかったです。これとろーりとろーりってみんなが言ってますけども本当にとろーりして美味しかったです。好評のこの2種類を種まきしようと思っています。コート種子と普通の種と生育違うのかな、わからないけど、ちょっとこのコート種子の中を開けて見てみたいとは思います。ん、何を見る？コート種子ってプラグというか、周りに広い粉をかけちゅうかやろうかね、粉で固めちゅうか。それの何を見るわ、どんな状態かみたいな。あ、丸いだけやろ。ただ丸いだけ、うん、はい、去年も巻いたやん。あ、そうやね、そうそう早忘れちゅうわ幸せやね幸せでございますすぐ忘れる、幸せ、すぐ忘れる。もう楽しいことはいつも覚えちゃうけど、他のことはスルーっといきますとろーりにスルーかい、そう、はい、今年はプラグトレーに2粒ずつ入れてもいいかな、大きい木プラグが。それも2粒ずつ入れるということは、畑に植えるときは仮定植で植えて、また植え直すということ、そうそう、湧いて、そうそうそう、だから2つ一丁でも別に問題ない、問題ない。あ、なるほど、うん、2粒入れてるとどちらか1つは出るだろうから、結果分はないかなというのもある、うん、1粒ずつにすると結果分になるともったいない、そのプラグが。あ、そうだ、うん、だからまあ2粒ずつ巻いておいて、2粒になっても仮定植するとき湧いて植えればいいんです。ああ、仮定植するときにも湧く、もう湧いて太らしたいんで、はい、128穴のプラグトレに巻きます。それに5個ぐらい巻こうかと思って。そんなに巻くわ、うん、結構一つじゃ足りんの、2つにしたらこっちが3つ、結構だ、大量に巻きます。巻く、はい、評判良かったね、大量生産、うん、はい、畑をうまいことネギの植える補助っていうのは広めにいるんですけど、それをあまり広くしなくても栽培できる方法をまた考えていこうとは思ってる。畑がこればしかないので、それはおいおいに考えていこうと思ってます、はい、種まき梅土は昨年玉ねぎの時に滝のネギ梅土っていうのを購入して、これを玉ねぎを種まきしたんですが、種まきした後で玉ねぎの種まきには使わないでくださいということで、ちょっと心配はしましたけど、それほどどうやったかね、心配するほどやったかね、まあ、けど大きいのは違う、結構大きいのはちょっと、うん、まあ、あれがバイドのせいなのかどうかは分からんけど、うん、これはネギバイドやから今回の長ネギなんかにはちょうどいいかなと、うん、そうやね、これを使おうと思っています。無駄にせずに、すでに土に水分を含ませてますので、これをそのままちょっとクンタンを足して、このトレ2、4、6、8、128、これに種をまいていこうと思います。梅土を入れていきます。これ種まき梅土を先に水分を与えることも大事やけど、うん、最後にまた水をたっぷりやるやろ。やる、発芽しやすいようにね、下まで水分がいってなかったら乾きやすい、表面だけしかいかんっていうか、表面、うん、だけだと乾きやすいので発芽率が悪くなる。うん、滝の種まき梅土のネギ用はリン酸がちょっと多いよね。そうそう、リン酸が多いと徒長を防ぐっていうことをよく私も言ってますけど、石灰はあまり伸びないけど根の働きが良くなって、リン酸が多いと成長が良くなる、うん、うん、そうなのよ、うん、そしたらネギの食生育上がるということ。そう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 、うん、種まいた後の生育が良くなると思う、はい、ということは畑に定植するのも早くなるということ、うん、大きな植えれる、うん、と思いますが、まあ、私の水加減が下手やったらうまいこといかん場合もあります、うん、お水をねかけるのをすぐ忘れるので、はい、これで一つのトレーが終わりと。全部初めにも入れちょくわ、入れちょこうかなと思う、はい、みんな一緒にお水かけれるわ。
あ、種まく前に、うん、まけ、今日まける分だけにしとってもいいね。そうやね、数が多い木、うんうん、日が暮れたら見えになるし、数が多い木もやれる分だけにするかい、うん、2つぐらいにしとこうか。そうやね。トレーにたっぷりお水をかけていこうと思います。結構湿っちゃったっけ、土が、うん、さーっと抜けるろ下へ、うん、うん、溜まってないろ。あ、表面に浮いたままにならんということか、うん、そうそう、さーっと下へ抜けて表面が溜まりが見えになると、うん、そう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 、これが濡れてなかったら表面に溜まるということ、うん、抜けんき下へ、ほんで泡が出る。よし、これでよし、はい、次はこれに穴を開けて種を入れやすいようにしたいと思います。植木のアジ18番、これを巻いていこうと思います。コート種子から。袋入っちゃう、うん、ビニールの袋から。あ、上から押し付けたのが潰れて種が見える。どら、ちょっとなんで押し付けた潰れちゅうがよ。どうして押し付けた。そんな押し付けた意味はないけど、あっち置きこっち置きするから潰れちゅうのがあるわ、いくつか。よしです。これは何も道具いらんわ、そのまま一粒ずつ巻いていったらいい、うん、種を落とすところを穴を開けます。穴開けないかもんな。土の中に潜ってる方が水分が吸収するろ、種が、うん、だから発芽しやすい。表面に置くだけよりかは。コート種子焼き巻いちょってピッピッピッって指で押してていかんかという話、うん、落とした方が発芽がいい。違う、落として指で差し込むということやろ。それでは深さが足りんと思う、うん、去年それでやって完璧に発芽が揃わんかった。ああ、深い位置まで入れるためにということ。そう、そういうこと。指で突っ込んだら、うん、頭がちょっと出るというか。そうそう、奥まではずっといかん。ああ、完全に頭が土が腐らんきということ。そうそう、うん、だから土の中の水分をコート種子が吸って、うん、それで発芽が促されると思う。種の袋には、うん、育苗は45日から60日ぐらいで書いちゃったと思うがやけど、うん、そんなもん。それが発芽がきれいに揃わんかったら、うん、育苗期間が長いや、だら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 育苗せんって関係、うん、今年はなんとか揃えたいと思って、うん、ポイントは水。水、やっぱり水かけが第一、一番。水を枯らさんようにということ。そうそうそう、乾かいたり湿らしすぎたりとかいうのが一番いかんのよ。え、どんな管理するつもりだろうか。本当は同粉で霧でかけるのがいいけど、うん、そこはなんとかやりましょう。なんとかどうするわ。ん、どういうふうにするわ。同粉で引っ張るか、ジョロじゃ細かくないろ。まあそれでもやれんことはないけどね。あの霧吹きのやつがあるやん、あれで疲れるがやちょびっとやけ。そうかい、うん、うまいこといかんよ。力がいるということ。そう、キュッ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 やるのに、うん、量が足りんや一つで。ん、トレーが一枚だけでよかったらあれでいいがよ、うん、何枚もあるときあれ一個の水で足りんきまた入れ足してやったりとかするので、うん、すごい疲れる。あれ指がこうやって置いたら電動のやつ買うかい。だから電動が一番いい。あの電動の背中に背負うようなやつがあるやん、あれのあれを背中に背負わんつくやったらいい。あ、背負わんやつを買うたらいいね。あんなやつがあるの。うん、ある、電動のやつが、うん、大気行ってえ、これ電動や、買おうかなと思って考えよって、いかんいかん、うちにあるわと思ってやめて帰ってくる。何がうちにある。電動あるが。あるよ。もっちゅうが。そうか、おいちゅうけど、あれ昔、今はつかんけど、除草剤かける専用に支柱機使えんがよ。ああ、空き地というか畑じゃないとこで、うん、そうそうそう、薄でも内育病収入に除草剤かけたらまずいねそうやろ、まだちょったら、うん、だからもう使えんなと思って使ってない。ここも直さんが、うん、あとで直す。忘れるで、うん、じゃあ直しとこうか、うん、忘れたらダメです、うん、どうせこうやって入れちゃらなかも、おいちゅうだけやっけ、うん、このコート種子は楽なの。そりゃ楽よ。楽やけど高いやん、うん、手間かかっちゅう。まあね、まあけど家庭菜園でそんなにどっさり植えるような考え中がなかったら、うん、この高等種子だったら仕事が早い。それは早い、簡単に負ける。簡単やね、うん、
これ1個ずつ巻きよけど大丈夫だね。2個ずつ巻かんでも。うん、まあ構わんじゃない。でんかったとしても、うん、それはそれで構わん。これこうやってやりうちに落ちるじゃん。うん。落ちても種が落ちちゅうのがわかるっけ。ああ、そうよね。大きい木。大きい。だいぶ大きいね。うん、これは楽よ。うん、これ巻く機械あるがし。私花の時に買おうかなと思ったけど。ふてたやつや。違う、そのがとちごて、この上で巻くやつ。ああ、それも支柱。コロコロ転ばしてたね。支柱。穴開いちゃうやつやろ。そうそうそう。うん、ずらして、ポコンと一粒ずつ、うん、2回やれば2粒ずつ巻けるやつ。うん、見たことある。ペーパーのこんなトレーもあってね。でもあれも、もったいないなと思って。ペーパーのトレーって使い捨てな。そうそう。それにも土巻いちゅうき、うん、それを1個ずつやぶき持って植えていくのに。え、土も入っておるよ。いや、土自分で広げて植え。土は自分で入れるけど、そうそうそう、道具を使うて、うん、これには種がないよね。待ってね、巻いちょけ。え、掘った掘った、ないもん種。殻かよ。うん、殻割れたやつ。うん、そう。もうそれ種割り、まだある。あるろ。ここ巻いてね。うん、終わりました。早いね、これ。そうやね。ちょっと落とし込んじゅうのが分かるように奥へ入れて、それから今土着せよ。まだよ。これにバーミキュライト着せる。今何しよう。下に落とし込んじゅう。あ、途中で止まっちゅうけ。子供の時によ、うん、自分がお母が、うん、鉛筆削りって機械あったかい。あったよ。どんなんがあった。手で回すのとか、こうやって。あ、鉛筆突っ込んでね。そうそうそう、ちっちゃいやつやろ。そうそうそう。両方あったかい。あったあった。電気は。電気は、うん、だいぶ大きくなってからやなかったかな。そんなんあったかいね。あ、でも1年2年の時は手で削りやった、ナイフで。僕は子供の時は当然鉛筆削りあって、うん、小学校の時に買うた鉛筆削りは、うん、今まさにこの工場で働きよ。まだ差し込んで電気で。電気のやつ、うちの部屋にもあるで。それは新しいやつじゃないかい。新しくないろうと思う。古いのか。古いやつがある。うん、まあまさに働きよけど、まだ。あ、そう。もう30年40年先週やけど、うん、けどナイフで切るがもう教わったような気がするがやけど、これようナイフで削れたけど、カッターとか。お父さんが教えたと思うんだよ。親父が教えた。うん、ナイフの使い方は危ない。そうかね、うん、だから鉛筆削るがむちゃくちゃ俺上手やけど、うん、今の子供らナイフを使うんだ。20歳とか25オーバーのホーラーでも鉛筆をあんまり上手によう削らんきね。ああ、そう。うん、どういった鉛筆削るが上手だったか分かる。知らん。勉強するが嫌や。変なこと言うね。だから鉛筆ばっかり削るわ。勉強する前に。ああ、そう。うん、時間潰しや。どこやったかね。湿らしちゅうきね。あ、それももう湿らしちゅうか。もうすでにね、うん、これを入れます。もうちょっと効率よりできる方法ないやろか。で、バーってやったらいかんことない。早いけど、うん、避けるじゃん、バーミクライト必要ない、ね。うん、今回のこの種まきしたやつは、うん、このハウスで育苗すると思うがやけど、まあ、ある程度温度が高い木、うん、発芽しやすいと思うがやけど、うん、ない場合はやっぱ今の時期乾燥もしやすいよね、その分。あ、そうやね、うん、やっぱ暖かいところの方が有利よね。そりゃそう。こういう育苗ハウスとかない人は日当たりがいいとこで温度が保てるとこがいい。日当たりは関係ないか。衣装ケースあるやん、プラスチックの、うんうん、こんな箱、はい、ホームセンターで用意、うんうん、あれでいけるよ。 あれで温度が上がる気。温度が上がる気、うん、あの中入れちゃって、うん、お昼は温度上がりすぎる気。そこは注意やけどね。うんうん、あ、水やってもその中で水やる気かまんということ。そう。それと夜温を上げたかったらペットボトルお湯入れて周囲入れちゃったら、下へ敷いちゃったらこのプラグトレーの湯たんぽになるっていう。そうやね。夜の温度はね、あれで持つ、うん、そうやね。それもやったことある。あ、そう。量が少ない時は。うん、効果ある。そらあるよ。お湯簡単に入るや、ペットボトル。うん、そうやね。そのペットボトルはいつもお湯入れ替えるわ。そらそうやろ。入れ替えても余計いらんじゃん。うん、いらんけど、ぼかし作る時らは入れ替えんって言うたやん。ぼかしの時は、周りのぼかしが温度があればもうそのペットボトル働きしてないき、入れる必要もない。温度が出るまでは入れ替えんっていうか。あ、温度出る、あ、違う、勘違いしよう。そうじゃなくて、うん、トンネルで中へペットボトル入れる場合は、うん、あ、それはお昼の温度でペットボトルがぬくもるき。うん、それはほら、トウモロコシらの時やったやん。うん、そうやね。
お昼トンネルの中でペットボトルの方が太陽でぬくもるき、入れ替える必要ない、おいちゅうだけで夜まで温度が保てるき、そういう使い方もある、うん、結構ペットボトルは利用価値はある。この味18番はよ、うん、味18番買いましたとか言ってコメントあったけど、相当おすすめ品種、めっちゃ美味しかったよ。比べなかったらそれぞれ長ネギは美味しいがよ、うん、でも食べ比べをすると味のいいっていうのが分かる。もうこれは全然違う。お鍋の中へ例えば入れるとしたら、うん、石倉1本太ネギと、うん、味18番を入れたら食べた時点で、あ、こっちが味18番でこっちが石倉やって分かるぐらい。そんなん分からんの。お鍋の中入ったら石や混ざる。違う、焼いてみて美味しかったら食べ比べしたやん。え、分かるで、うん、お鍋の中でも違いは分かるで。分かる、うん、うちで食べるときは、うん、どっちかをちょっと斜め切りにしようってほら、あ、ほんでこっちが食べてみたら、あ、やっぱこっちが美味しいって分かるで。ああ、そんな食べ方した？うん、それは私はしてない。一緒に入れたら分かりにくいやん。分からんよ、まだったら同じカットにしたら。そう、だからカット変えて、うん、食べてみたら先入観も若干はあるかもしれんけど全然違うで、うん、ああそう、うん、そんな食べ比べはしてません。でも美味しかったよね、全然違う、うん、そうやね。味に結構マサイルうるさいやん、うん、食べたらすぐに言ったね、美味しい、あ、こっちが美味しい、うん、違うか分かる男かい、それとも面倒くさい男、違いが分かる男。子供の時から面倒かったの？面倒い？服がこれが嫌じゃ、あれが嫌じゃ。あ、言うたね。もうブランドしか金とかね。なんか言ったろ？言った。勝手に買うてきたらそれは金って言われた。スーパーで買うてきたらそんな服着れんって言われた。小さい時はそれ、しかも。小学校？保育園から小学校の低学年の時まで。もう 4,5 年になったら自分で買いに行くって言った。中津の商品じゃないと金魚だ。ああ、昔はよ中津行ったね、うん、高いのに。ちょっと高いかね。そう、やっぱりブランド焼きね、うん、高知の人じゃないとわからんね。わからんのね、中津商店今でもあるよね、うん、まあ有名なのはジーンズファクトリーやね。そうやね、それが中津やないが。そうそう、中津としてブランドというか店舗の名前が残っちゅうかどうかはわからん、うん、もうジーンズファクトリーで大きゅうなっちゅうき。そうやね、すごい大きい企業になっちゅうき、うん、よう昔は行ったね。そう、終わりました、一丁上がり。これに水をかける？かける、後で一緒に、はい、次は2箇所に開けないか。2つ開ける？そう、2本巻かないか、うん、2つを。2つ出たら2つ出たでそれは使うやろ、うん、そうよ、仮定食するときに。これはなんかちょっと浅い、さっきより、うん、あ、そうね、した方がエロと思うけど、うん、種が小さいきね。結構入るよ、小さいしたら穴あかんし。これ2粒焼き、ちょっと時間かかるかもね。じゃあこれも順番に穴開けてください。はい、味にこだわりましたって書いちゃう、うん、切れんということは種切りを。どれぐらいの大きさ？水つけてないき、膨らんでないき、うん、これを転がしていく。ここは一個ずつ、うん、このやり方が一番確実、うん、まあ、小さい言うてもカマンバーはカマンバー、うん、この場合やったら金魚草の種まで細い。これよりもっと細かったら余計大変やけど、こんな感じでさっきと同じような感じで順番にやっていきますか、うん、はい、はい、種まきが終わりましたのでバーミクライトで沸騰しましたのでさっとお水をかけていこうと思います。こちらはコート種子です。こちらはバーミキューライトを表面にたっぷりかけましたが普通の種子です、まあ、2箇所に巻いてるのでもう全体に着せました。これで発芽を促していこうと思います。今日は横浜植木の味18番っていう深ネギの種まきをしました。コート種子と普通の裸種子と種まきしたのでどちらが先に芽が出るかっていうのは様子を見てみたいなと思います。まああんまり変わらないかもしれない。コート種子の方が巻きやすいということだけは確かでした。あとプラグトレーは縁周りが乾燥しやすいですのでそれに注意しながら霧でかけていこうかなと思っています。水が一番大事やき、そう、発芽するまではね、発芽するまでに、うん、乾かしたらもう一度種が膨らみかけて乾燥するともうなかなか芽が出にくいですのでそこは注意していこうかなと思っています。そう、うん、
特に高都種子は高都四十分に水がいかないかんき、 それが早うに乾燥したら中まで水がいかんわね、うん、そうだから余計ちょっと気をつけて、うん、そうです、はいはい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ、今年も美味しい長ネギを作りたいと思います。ありがとうございました。とろーりとろーり、またクレカ春には焼いて食べようと思います。ありがとうございました。ニコ、これは酒田の下仁田ネギ、雷帝下仁田、雷帝植木の味18番これを巻いていこうと思います。高都種子から袋入っちゃう、うん、ビニールの袋か、あ、上から押し付けたのが潰れて種が見える。どら。ちょっと。なんで押し付けた。潰れちゅうがよ。どうして押し付けた。そんな押し付けた意味はないけど、あっち置きこっち置きするから潰れちゅうのがあるわよ、いくつか。ね。唾液行って、え、これ電動や、買おうかなと思って考えよって、いかんいかん、うちにあるわと思ってやめて帰ってくる。何がうちだ。電動。あるが。あるよ。もっちゅうが。そうか、おいちゅう。